アメリカの尿酸パーティーが、ケシンボルトロス、ヒートラン、レジュランドロス、ガルーバ、ニーフィア、モノバレル、まあ、YouTube やってる方っぽいですね。 YT って YouTube の略だから、日本人のプレイヤーにあんまり認識をされてないんですけど、海外プレイヤーだと、まあ、有名な方以外でも結構動画投稿してる方がいて、まあ、VGC ビデオゲームチャンピオンシップスみたいな関係のワードで YouTube 内で検索かけると結構海外勢のプレイ動画とか出てきます。で、今回の相手、まあ、言った通りで、まあ、ガルーラスタンダードパーティーって感じ。どういう戦術でいこうかな。相手にはまあ天気も勝ち気もいないから威嚇は出しやすいよね。で、ミンフィアがいるからまあサザンドがちょっと出しにくい、出せんこともないけど、ミンフィア対応できるようにサザンドラにラスターカム採用しようかなっていうのも少しはあるんだけど、まあ、ここでは今は考えてなくて、まあ、ワード出していこうかな。ガルーラに冷凍パンチがあるんですけど、実際効率4倍の相手に冷凍パンチうまく当てられることもほとんどないから、冷凍パンチの枠を守るに変えようかっていうのをちょっと考えてるんですけど、どうしようかなって感じ。相手の威嚇の方が早いから、相手はいじっぱりスカーフかもしくは陽気スカーフ、こっちはランドのスカーフ、いじっぱりが純速のスカーフです。普通に考えたら相手のランダムス逃げてると思うんだけど、どうしようかな。ランダムスしちゃってもいいかどうかって考えた時に、相手のランダース居座るかどうかなんだよね。居座らんと考えたからランダース方向に入れたパンチ打たんかったけど、同速だったらこっちが先に罠で打ちました。ひるみの可能性がありますね。赤字から打ってくるのか、半分ちょいダメージ入りました。ボルトルスひるんで動けないってことは10万ボルト打てたんでしょう、おそらく。で、思うのに、相手のランドロスを倒しに来ます。次の岩永で、ボルトロス落ちるんかな。どうなんだろう。とりあえずガルーラが相手のボルトロスより速いことは分かってるから、で、今度ガルーラがひるまなければランドロスが落とせます。冷凍パンチが当たる。で、これで相手の、まあ、反面2体倒したから、残りはガルーラ、ヒートラン、ニンフィア、モロバレルのうちの2体。ガルラで、ニンフィア、
小玉氏が来るか殴ってくるか。うーん、まあちょっとわからんかった。こっちの残りがレイジューランドルスとミャロトノと、あと何だっけ、今自分の戦争忘れてしまった。何突破出したんだったかな。猫魂でガルル倒しに来た。あー、これハイパーボイスがシングルダメージになるからめっちゃ痛いな。相手のガルーン何してくるかなんだけど、ランドルスの自信2回通せば勝てるかなって思ってて、それだったら守る自信でいいかな。ランドルスが死んだらそれで石生き残ったら次照らして自信でいけるんじゃないかなと。どうせニーフィはこだわってるだろうから、ガルーラ守らない。なるほど。守る、あ、でも猫だましあるから守るはない。ちょっと猫だましと守る両立しているプレイヤーが前にいたから変に警戒しちゃうんだけど、猫だましがあるからまあ守るはないってことでいいんだな。エランノーズが倒れる。で、ニーフィアン・ロアングルな、ちょっと待ってよ。ニャトンスバースが90でニンフィアがスバースいくつかって問題なんだけど、でこのヒットポイントでアムネットで倒せるかどうかがわからない。ニャトンの特攻の数値が110、アメ状態、さすがに倒せるんじゃないかなと思うけど怖いな。これでいきます。守るあるんか。なるほど。でもこんで次のターンの行動が決まりますね。ほんでこだわりメガネじゃないから次のターンはルンパッパのアメネットで倒しに行けるでしょう。やっと守るかどうかなんだけど、捨て身だったら死ぬ。恩返しで耐えるかもしれない。威嚇一回入れてるから。ガルーラのヒットポイントが微妙だから手出してネットで倒せるかどうか分かんなくてあまり賭けに出たくなかった。いやでもこの局面だとそれで賭けても倒しに行った方が良かったのかもしれない。恩返しだった。ルンパッパーに殴ってきた。9、あ、結構入るな。ミャオタの、もういないけど、あと一回技がどっちか通せば勝ちなんじゃないかな。ダメ状態だからルンパッパが先制します。不意打ちを耐えない。で、やけどの可能性と急所の可能性、倒せるのは、あ、急所じゃなくても倒せたわ。ガルル倒して勝ちですね。対戦ありがとうございました。